はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、前回までの動画ではですね、孫は優しいについてですね、こう細かく細かく詳しく説明させていただきました。はい、孫は優しいはですね、本当にこう特別な食べ物、スーパーフードに頼ることなくですね、余計な出費も増やさないでですね、簡単にこう健康的な生活だったりですね、こう美容だったりダイエットにもですね、とても効果的なこう食材の選び方、食事の取り方っていうところをですね、説明させていただきました。で、本日からですね、何回かに分けてですね、孫は優しいの対極に位置する言葉が実はあるんですね。それについてですね、お話しさせていただければと思います。こういったものを取ってくださいっていうお話から、こういったものは取らない方がいいですよっていうところのお話をさせていただければと思います。はい。後ろにも書いてありますけども、体に悪い食事、お母さん休めと母危篤という言葉をこう聞いたことある方はいらっしゃいますでしょうか。はい。聞いたことある方は中にいらっしゃるかもしれないんですけども、実際ですね、この言葉を知っていても、その中身っていうところがですね、知らないとあまり意味がないんですね。はい。まずですね、孫は優しいの対極に位置する言葉っていうふうにもお伝えしたので、体に悪い食事っていうところは、なんとなく想像がつくのかなというふうに思います。はい。実際ですね、じゃあこのお母さん休め、母危篤っていうのお話をさせていただく前にですね、じゃあこのお母さん休め母危篤という食事はですね、体にどういった悪影響を及ぼすのかっていうお話をまずさせていただければと思います。はい、このお母さん休め母危篤といった食事をとっているとですね、まず体に何が起こるかっていうと、糖尿病だったりですね、高血圧だったり肥満だったり、生活習慣病ですよね、生活習慣病になりやすい食事になります。でそこでその延長線に、例えばがんだったりとかですね、脳梗塞だったりとかですね、脳出血だったりとか、脳血管障害ですよね、本当に命に関わるようなこう病気につながる可能性がとてもとてもこう高くなるっていうことになります。またですね、子どもの脳の障害ですね、脳の障害とか発達がこ うまくいかないことによって、知能低下ですね、子どもの知能低下だったりとか、高齢者におけるですね、認知症の原因にもなると言われています。はい。脳のこう発育というかですね、脳の働きが悪くなっていくんですね。はい。かつですね、あとは高齢者のですね、骨粗しょう症ですね、はい、骨を弱くする食事になるんですね。はい。そういったところでですね、いろんなこう悪影響が出てくるっていうところをですね、まず理解していただければと思ってですね、説明させていただきました。じゃあですね、このお母さん休め母危篤というのは何なのかっていうお話もですね、今日させていただければと思います。はい。お母さん休め母危篤っていうのはですね、頭文字を取ってるんですね。はい。それがですね、順番にいきますね。まずおはですね、オムライスです。はい。オムライス。で、かはですね、カレーライス。あは何でしょう。はい、アイスクリームです。はい、さは何でしょうか。はい、サンドイッチですね。サンドイッチ。はい、サンドイッチで、お母さん。サンドイッチがさんですね。はい。ってなんだっけ、ちょっと考えちゃいました。はい、サンドイッチですね。で、やっていうのはですね、孫は優しいだと野菜でしたけど、焼きそばですね。はい、酢は何ですか？考えてみてください。酢はですね、スパゲティです。はい、目は何でしょう？目はですね、目玉焼きですね。はい、こんな感じでいきますよ。じゃあ、母危篤は何でしょうか？歯。もう、なんとなく思いつく方いらっしゃると思います。ハンバーガーですね。ハンバーガーだったり、ハンバーグですね。はい。母危篤の歯。もう一つですね。ハムエッグ。はい。次は木ですね。木はですね、何ですかね。餃子です。
ちょっとズルしてますけどね、餃子になります。はい、で次とですね、とは何でしょう。はい、トーストですね。ととんかつになります。ラストくですね。はい、くはですね、ヒントはこれですね。カレーライス、クリームシチューですね。はい、こんな感じでですね、並んでいきました。オムライス、カレーライス、アイスクリーム、サンドイッチ、焼きそば、スパゲッティ、目玉焼き、ハンバーガー、ハンバーグ、ハムエッグ、餃子、トースト、とんかつ、クリームシチューですね。はい、どうでしょうか、皆様好きなメニューが並んでいますでしょうか。はい、これですね、おそらく好きなメニュー並んでいると思うんですね。はい、まあ、考えていただくとですね、わかるんですけど、まあ、ファミレスの定番メニューですよね。はい、ということはやっぱりみんなに好かれるメニューなんですね。はい、じゃあこの食事がですね、まあ、本当に体に悪いっていうふうに言われている理由っていうところはですね、実は3つあるんですね。はい、3つっていうところをですね、また細かく説明させていただくととても時間かかるので、今日はですねこのくらいにしようかと思っています。はい、まあ、体に悪い食事っていうところで、孫は優しい、体にいい食事のですね対極に位置する言葉として、お母さん休め、吐き毒という言葉あります。それによって高血圧だったり肥満だったりとかですね、糖尿病だったりとか、癌とか脳出血、脳梗塞だったりですね、命に関わったりとか、脳の発達ですよね、子どもの知能低下だったりとか、高齢者の認知症だったりとかですね、それによってカルシウムがうまく吸収できなくなっていきますので、骨折ですよね、女性、特に高齢の女性に多い骨粗鬆症にもつながっていくっていうですね、理由っていう説明っていうのは次回以降させていただければと思います。はい、まずですね、この中にこう好きなものがとても多かったっていう方はですね、まだショック受けなくても結構です。それに対する対策っていうところもこれからお伝えしていきますので、ご安心ください。はい、でもですね、まあ、こういった食事が体に悪いっていうところだけまず今日は自覚していただければと思います。はい、そうですね、まあ、こういった形で食事に関するですね、ちょっと情報をこれからまた配信していきますので、もしご質問等あればですね、下にホームページのリンクよりご質問ください。またですね、お見逃しないようにですね、 YouTube チャンネル登録していただければと思います。はい、ぜひチャンネル登録してお見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。